西軍と東軍の戦いは日増しに激しくなっていった。西軍のガルー城の戦士ドラクは激戦の戦地で母国に残してきたマリアのことを思う。西軍は敗れ、マリアの城は東軍の支配下に置かれた。東軍の王子ラルスとの結婚を強いられたマリアは、ドラクへの思いを捨てきれず、毎晩夜空を見ては恋人を思う。誓ったばかりに
き残ったわずかばかりの西軍兵士たちが最後の力を振り絞りガルー城に攻め入った。その先頭に立ち雄たけびもろとも東軍兵士をなぎ倒していく傷だらけの一人の勇者、戦士ドラクーが帰ってきたのだ。私の妃になるべき人だ。命尽き果てようとも話はしない、決闘だ。両者一歩たりとも後には引かぬ激しい戦いであった。しかし勝負は時の運である。深手を負ったドラクーの放った最後の一突きがラルスの胸を貫いた。私の負けだドラクー、マリアを離すなよ、約束して